それでは聖書を開きましょう。聖書は新約聖書ローマ人への手紙の2章ですね。25節から終わりまでですね。新約聖書ローマ人の手紙2章25節から終わりまでですね。私が奇数節を読みますので、皆さん偶数節をご唱和ください。ローマ人の手紙2章25節。もしあなたが律法を行うなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ですから、もし割礼を受けていない人が立法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも、立法を守る人が立法の文字と割礼がありながらも立法に違反するあなたを裁くことになります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字でなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。今年のアドベントと、クリスマスとですね、ローマ人への手紙、重ね合わせてですね、開いているということで、アドベントの第一週は神の法のもとにおける平等というかね、神の法の前には、御心の前にはですね、ユダヤ人も違法人もないというね、そういうこの原則がですね、ローマ書に書かれているね。特にパウロがですね、この福音をね、伝えようとした時に、この神の御子がですね、人となってお生まれになった、そして十字架にかかって全ての人の罪をですね背負って、この刑罰を受けられた、そのことによって永遠の命を受けるですね、ことができるという福音を伝えるときに、特にユダヤ人にとって障害になったのは先民的特権というかね、神に選ばれたためであるのだから特別扱いされるだろうというね、そういう考え方でありました。しかしパウロはですね、この神の御前においてはですね、そういう特権はですね、このないんだとね、ユダヤ人は確かにこの神の啓示ですね、を受けて人々に伝える、そういう特別な召しに選ばれたけれどもですね、その福音をですね、この罪を悔い改めて信じるというね、この改心の道をたどらなければですね、この誰も救われないんだというね、ことを第一に書いておりますね。そして第二週ではですね、このユダヤ人にですね、この神様の御心が示されているだけじゃなしにですね、異邦人にも良心という形でですね、心の中にこの十戒の二枚の板のようにですね、この神の御心がですね、書き刻まれているというね、ことが書いてありましたね。そういう面でこの異邦人もユダヤ人も共にですね、神の御心をですね、この明確に、あるいはおぼろげながらね、知って心の中でですね、良し悪しを判断しながら生きているんだとね、そういうこの存在として作られたとかで、アドベントの第3週ですね、先週はこのそ
それでは律法はどういう意味があるのかということでね、ユダヤ人には律法が与えられているとね、でパウロはですね、この2章の13節でこの律法を持っているだけでは意味がないんだとね、律法をよく知っている、学んでいる、それだけは意味がない、ね、それをですね、この生活の中でですね、行っているかどうかが問題なんだとね、そのことをまあ語っておりますね。そのまあ同じ内容がですね、このパラレルにですね、今度は今日の箇所で割礼ということでね、ユダヤ人はこの律法を持っているんだと、そしてその印としてですね、選ばれた民として割礼を受けているんだというね、それがまあいたら特別待遇のですね、そういうまあ象徴として受け取ったわけですね。でそれはまあひいてはまあ今日のクリスチャンに当てはめればですね、まあ割礼は洗礼ということにまあ重ね合わせることができると思いますけども、洗礼を受けているんだとね、しかしですね、やはり私たちにとって大切なことはですね、このクリスチャンとして神様の御心の中にですね、このまあ生きているかということがね、非常に重要なことであるということが語られていると思いますね。25節から見ていきますとですね、もしあなたが律法を行うなら割礼には価値がありますね。このそういうまあ儀式ですね、クリスチャンにおいてはまあ洗礼ですけども、しかしまあイエス様を信じてね、さらにこの29節にあるようにですね、御霊による心の割礼ね、本当にこの私たちはキリストの贖罪に根ざして罪許された、そして洗礼を受けた、しかし人を葬りと復活のですね、洗礼をね、象徴されているように、私たちのうちにこの蘇りの力が生活の中でこの働かなければね、ならないと、御霊の実を結ぶように私たちはこの救われたんだということですね。26節にもですね、この律法の規定を守るならね、このということが書いてありますね。律法というのは神様の御心ですよね。神様の御心がですね、この生活化されるというね、ことですね。まあこれは本当に、このクリスマスと重ね合わせるとですね、神の御子がですね、この人となってこの地上にお生まれになったとね、この受肉というね、そういうまあ出来事ですけども、本当に私たちクリスチャン生活のまあ原理原則というのはですね、まさしくこの受肉のまあ原理に貫かれていると言えると思います。この神様の御心がですね、私たちの存在と生活を通してですね、食材と内需の御霊を通してこの受肉していくということがね、これが私たちのまあ生きる意味であり、生きる目的であるね、また評価の尺度であるということがね、ローマ書でも繰り返し語られているね。私たちはまあ環境的な要素ね、健康的な要素ね、いろんなこの社会的な要素あるかもしれませんけども、それがですね、どのような形であるかというのは非常に多様なわけなんですけども、まあ原理原則的にですね、この神様の御旨がその人の状況のただ中でですね、実存のただ中でこの受肉の原理としてね、働いているかどうかね、それがまあ問われていると思うんですね。私はまあ来年の中部のまあ終末論のセミナーの準備しながらですね、で特にまあアメリカでまあトランプさんが大統領に選ばれたり、あるいはまあアメリカの福音派と言われる人たちがエルサレムの首都化にですね、大きな力を発揮したりとかね、そういうことについて終末論の視点からは語ってほしいようなことで、アメリカのまあ政治の動向というかね、歴史ということについても、まあ、本を集めてずっと読んでおるわけなんですけども、まあ私はまあ本当に歴史読んでて面白いなと思ったのはね、もともとはですね、この
どう言いますか、共和党というのはですね、アメリカでですね、共和党というのはどっちか言ったら資産資本家階級といいますか、金持ちの人たちの党というね、利益を守ると。で民主党というのは労働者とかね、貧しい人たちのそういうまあ言ったら党ということでね、もともとはこの南部のアメリカの人たちはですね、民主党を強力に支持していたという、まあ、そういう歴史があるそうなんですね。しかし今日はですね、全く逆の状況になっているというね。でなぜかなと言って調べていくとですね、それは南北戦争がありですね、そしてこのその後にこのまあどう言いますか、奴隷解放が起こりね、そしてこのやがてまあそれが法的だけじゃなしに実質的なものとするためにね、公民権運動、マルチン・ルーサー・キングの運動とかね、そしてアファーマティブ・アクションといってこうそういう黒人とかですね、人たちに優遇政策というね、そういうようなもの、大学入学の枠を作ったりとかですね、そういうようなこと、それからまあ男女共学とかね、そういうことをまあ民主党政権なんか進めて取り組んでいった時にね、最も反対したのがアメリカの南部のキリスト教会だったそうですね。で私はまあそのことでですね、キリスト教信仰というのはですね、本当にまあまあ単純でないなというね、まあ、本質はね、イエス様悔い改めて、罪悔い改めてイエス様を信じることなんですけども、それを私たちの、まあ、社会的歴史的な状況の中でね、どう生きるかということがね問われて、それが実践されていくときにね、非常にまあ言ったらこの難しい問題に直面するというね、まあ、ずっとまあ言ったらそういう南部ではですね、農園とかやってですね、奴隷がですね雇われて、また連れてこられて、そしてまあ言ったら労働者として使われていてね、そういうこう身分制の社会がある中でですね、それがですね、このまあ、急にですねこう大きく変化しようとするときにね、南部の白人の人たちにとって、まあ、すごいまあ言ったらこの利害関係が発生しね、そのまあ反発が起こりですね、そしてこの白人のそういうまあクリスチャンの人たちや、まあ、教会の牧師とかのそういう人たちが先頭になってね、そういうことに対して反対していったとね。で、まあ、そういうことの中でですね、まあ、北部のまあそういう、まあ、政権を担っている人たちがですね、どんどん改革していくときに、そして民主党の人たちがですね、そういう公民権運動にですね、ケネディ政権、ジョンソン政権という形でね、参与していたときにね、この完全にまあ南部の、まあ、キリスト教会クリスチャンたちが民主党からですね退去して去っていったという歴史があるそうですね。一時期、まあ、不動票になるわけですけども、それをうまいこと取り込んだのが共和党の、まあ、右派というかね、まあ、キリスト教会の、まあ、要望ね、堕胎の問題であったりですね、いろいろその差別の問題であったりね、いろんな、あるいは同性愛の問題であったり、男女平等の問題であったりですね、どっちが言ったらこの保守的でですね、否定的な、そういう消極的な意見をですね、吸収してですね、この勢力を築いていったというね、入れ替えが起こったというね。で私はまあそういうことを読みながらですね、このローマ書と、まあ、クリスマスの意味を考えていくときにね、本当にまあ神の御心をですね、立法を行うならね、まあ、洗礼といいますか、キリスト教儀式価値があるけれどもですね、このそれが行わなければこの無活礼になったのであるとね、いう、まあ、こういうパウロの言葉がありますけども、でまあ私は、まあ、まあ最近書いた論文なんかでもですね、ピーター・バーガーと一緒の引用してますけども、アメリカでですね最も差別が徹底している時間をですね、ピーター・バーガーという人が社会学的に研究していた時にね、この差別のある時代においてはですね、公民権運動が起こる直前においてはですね、南部ではですね、
黒人と白人がですね、教会が全く別でですね、その礼拝の時間でですね、黒人と白人が交わることは一切なかったというね、この時間帯が最も差別が徹底していた時間であるというね、ことが明らかになって、多くのまあ、良心的な白人の人たちが公民権運動にまあ参与していったという歴史があるわけですけども、同時にそこに大きな反発があってですね、民主党から去っていったというね、そういうことだそうですね。まあ、本当にこの神の御心をですね、まあ、生活化する、受肉化するというね、いうことがですね、まあ、どんなにまあ、難しいことかな、ね、いうことを、まあ、このアメリカの歴史の中からね、私たちは、この知ることができると思うんですね。しかし、本当に、この、そういうことを考えながらですね、この、ピリピ書を見るとですね、本当にまあイエス様はですね、神の見姿であられる方なのね、神としての在り方をするられないと考えず、ご自分を虚しくし、しもべの姿を取り、ね、人間と同じようになられたと。人としての姿を持って現れ、自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとね。まあ本当に、まあ受肉というのはですね、すさまじいこの、どう言いますか、下降現象というかね、とことんまで何かそういうこの貧しさ、あるいはこの苦しさというかね、そういうこの十字架の拷問の死にまでね、下られた、そういうまあいた出来事であるというね。で、私たちはこの神の御心をね、ここで律法を行うとありますけれども、御心を行う、ね、律法を守る人が27節で、またこの29節、人目に隠れたユダヤ人がと、御霊による心の割礼がというね、こう淡々と読み過ごしてしまいやすいですけれども、まあ、私はまあ本当にそこにですね、やっぱり受肉の原理というものがね、私たちはこの考慮されている、本質として流れているというね、ことを思うんですね。そういうことを思うときに、私たちのですね、クリスチャン生活というのはですね、日々がまあいたら、ね、この受肉の原理原則のチャレンジを受けていると、ね、私たちの苦しい、悲しい、ね、この難しい現実の中でですね、この主の御心がですね、このどのように受肉す、このするのかということをね、私たちはこう見届ける、ね、チャレンジする、そういう、まあ、いたら、この、奇跡の日々の中に置かれているんだというね、ことを覚えるわけですね。2000年前、今日、ダビデの町であなた方のために救い主は生まれになりました。ね、この方こそ主キリストですと、ね、言いましたけども、私たちはですね、そういうこの、巫女の受肉、クリスマス。しかしクリスチャン生活はですね、この御霊の受肉生活化いう点からいけばですね、私たちは毎日がクリスマスであると、毎日がですね、この神の栄光が神にあるように、ね、地の上で平和があるようにとね、私たちはこの賛美しつつですね、この一日を過ごすようにね、招かれているということをね、覚えたいと思いますね。それではお祈りの時を持ちましょう。